どうもデンタル俳人です。今回の動画ではですね、口腔の患者症について、訪問診療に携わる上で、歯科衛生士として知っておきたい知識を解説します。まずはじめに患者症とは何か簡単にざっくり解説します。歯科衛生士が見ることの多い口腔患者症についてですが、患者アルビカンスをメインとした感染症です。特徴としては、高齢者や小児のうち免疫機能の低下している方に発症しやすい、免疫機能の低下した状態の方に発症しやすい日和見の感染症です。口腔粘膜であればどの部位にも発症することがある、歯芽の部分以外どこでも発生しうるというのも特徴かなと思います。ここからですね、臨床で役に立つカンジダの分類について紹介します。口腔カンジダ症は偽膜性、広汎性、飛行性、偽膜性、広汎性、飛行性の3つに分類できます。まずはじめに最もポピュラーなタイプのカンジダである偽膜性のカンジダについて紹介します。偽膜性の患者だ、見た目はこんな感じで白い膜がバラバラと付着しているのが見えると思います。この画像ですと実は舌だけではなくてですね、口角、左右の口角にもうっすらとついているのがわかるかと思います。偽膜性患者の特徴を解説します。偽膜性患者は白色の白色のですね、偽膜が大きな特徴で、スポンジブラシ、歯ブラシでもいいんですけれども、こするとある程度剥がれてきます。痛みがほとんどないというのもこの偽膜性カンジダの特徴です。訪問歯科診療では口腔衛生状態が良くない患者さんに低栄養ですとか、突発的な体調不良が重なったりすると、この偽膜性カンジダ現れやすいといったイメージです。次にですね、広汎性のカンジダについて解説します。広汎性カンジダの見た目はこのように、舌の萎縮があって、舌の先端が炎症なのかカンジダなのか、よくわからない、見分けがつきにくいというのが特徴です。赤っぽいというのが特徴かなと思います。この広汎性カンジダのタイプっていうのはですね、偽膜性とかなり違って大きく違いまして、発赤と舌乳頭の萎縮、発赤赤くなることと舌の乳頭が萎縮する、舌がつるんとするというのが大きな特徴です。さらに偽膜性患者だと違って痛みが強いです。ピリピリとかヒリヒリとか表現される、痛みを表現される患者さんが多いです。辛いもので痛みが伴う場合もあります。この患者だ、広汎性の患者だを疑った際の注意点としてはですね、似たように舌乳頭の萎縮を伴う疾患がいくつかありまして、鉄欠乏性貧血で生じるプラマービンソン症候群ですとか、ビタミン B12 の欠乏で生じるハンター舌炎といったものがあります。一見すると、カンジダなのか、栄養不足、鉄の不足、ビタミン B12 の不足で生じている舌炎なのかがよくわからないので、訪問診療に対応が難しいなと感じた患者さんの場合はですね、自覚症状強いといった場合は、大学病院などへの紹介も検討するのがいいかなと思います。最後にですね、飛行性の患者について解説します。この飛行性の患者っていうのはですね、こすっても除去できないのが偽膜性の患者と大きく違います。飛行性という名前から分かる通り、分厚い付着物が特徴で、飛行性の中でも色調が2つありまして、赤と白あるんですね。なお飛行性の患者は治りにくく痛みが持続することがあるとも言われています。この、治りにくいという理由についてなんですけれども、粘膜上皮の抵抗性が低下した患者さんの上皮の中の方に患者が侵入してしまうためと言われています。通常の偽膜性の患者ですと上皮の中まで行かずに上皮の上でね、表面で繁殖してるんですけれども、この偽膜性の患者の場合は上皮の中まで患者が侵入してしまって、そこから頭を出しているような感じになってくるので、取り除きにくいと、そして治療しにくいと言われています。
個人的な経験ではこのタイプの、まあ、感じだは時間の経過とともにですね自然に消失してはまた出てきて消失しては出てきてと繰り返すことが多い印象です。以上感じだの分類についてでした。感じだの分類について学んだところでここからは治療の方法についても簡単に紹介していきたいと思います。カンジダの治療に関してはですね、基本的には口腔内の清潔を保つことですとか、まあ、栄養状態を良くすることも大事なんですけれども、口腔内の清潔を保つことが最も重要だと思います。合わせてね、薬剤を使用することで早く治癒させることができます。薬剤の使用について解説します。繰り返しになりますが、カンジダ症の治療において重要なことは口腔内を清潔にすることです。なんですけれども薬の選択も重要となってきます。カンジダに対してはですね禁忌がありましてステロイドの使用は禁忌とされていますのでこのステロイド使っちゃいけないんだっていうのはしっかり覚えておくといいと思います。例えば赤いカンジダ広汎性のカンジダに対してですね、よくわからずに患者さんがなんかヒリヒリして痛いのよって言ってるからといってまあなんかちょっとした炎症かなと思ってアフタゾロンを出してしまったりするとかえって状態を悪化させてしまう場合もあります。また口内炎に対してですね、まあ、アフタゾロン出すこと多いかと思うんですけれども口内炎だと思ってアフタゾロン出したけど全く改善が見られない場合に実はそのアフターに口内炎にですねカンジダが感染しているケースもありますので原因が分からずなかなか治らない、アフターゾロンに反応しないアフターがある場合には抗真菌薬に切り替えることを検討するといいかなと思います。偽膜性のカンジダに対しては、フロリードゲルや、ファンキゾンシロップというものを使用することで改善が見られることが多いですが非抗性のカンジダに関しては、これらの薬剤ですね塗るタイプうがい薬は効果が薄いです。理由としては非抗性カンジダ先ほどもお話しした通り上皮の中にですねカンジダが侵入してしまっていますので、そのためイトラコナゾールといった内服飲むタイプのお薬が、有効と言われています。非抗性のカンジダを見てですね、院内処方のフロリードを使ってみたけれども全く感染しない、ような場合にはですねイトラコナゾール飲み薬のことを思い出していただいて、処方してみるといいかなと思います。患者さんの自覚症状がほとんどないような場合にはですね口腔内を清潔に維持することで非抗性カンジダ時間はかかりますが、消失することもありますのでそのあたりの判断は、患者さんの状態の次第かなと思います。今回の動画は以上で終了となります。最後までご覧になった方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。動画リクエストもお待ちしておりますのでこんな内容の動画が見たいとか、リクエストございましたらぜひコメント欄の方へお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。またね。